超大作 RPG ドンゴーラクエストやっていきましょう。え、なんかのゲームに似てないかって？そんなわけあるわけないじゃないですか。ということで主人公の名前を決めていきましょう。のりみつ。トンヌラ。いいな、トンヌラ。これすごくいい響きがするぞ、トンヌラ。でもいや、せっかくだからのりみつでいこうか。勇者のりみつの冒険が今始まる。さあ、どんなストーリーが待っているかな。やっぱ魔王を倒しに行くのかね。おお、勇者の子孫のりみつよ、ティーバック王国によくぞ参られた。今世界は魔王の手によって脅かされている。奴は勇者の血筋のそなたにしか倒せん。王道 RPG だね。頼む、世界を救ってくれ。嫌です。そうか。ご視聴ありがとうございました。いいよ。おお、なんとも頼もしい。ここに伝説の盾がある。持って行って魔王を倒すのじゃ。剣じゃないのか、盾か。まあいいだろう。勇者の盾を手に入れた。さあ、装備した姿を私に見せてくれ。オッケー。装備、のりみつ。木の枝、T シャツ。みすぼらしいな。ん？ちょっとこれ、偽物じゃないか。うむ、やはり素晴らしい姿じゃ。さあ行け、勇者よ。大魔王の野望を打ち砕くのじゃ。ん？何？盾が外れないじゃと？まさか。でん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 。でんでん。なんと勇者の盾は呪われていた。いや、まさか偽物だったとは。お前。ご視聴ありがとう。終わりじゃなかった。ゲームオーバーだと思っちゃったよ。そして王様、首が180度向いちゃった。違った。調子に乗って、ほんとすいませんでした。とりあえず、なんだい？そうそう、なんでもこの国の北にある洞窟に呪いを解く泉があるそうじゃった。なるほど、そこに行けと。お使いクエストかな。きっと呪いにかかったのも神が勇者に与えた最初の試練なのかもしれん。いいえ、あなたが与えました。そうに違いない。決定。よっしゃよ、まずはそこを目指すのじゃ。何をもともとしておる。ほれ、はよ行け、ゴーゴー。ないの？なんかもっといいもんくれないのかね。100ゴールドとかくれないのかな。王様、ここなんかあんでしょ。銀貨を手に入れた。素晴らしいね。ここはラッシュせー。ヤクルトはせー。木の枝ですせー。なんだこれ。でも安い。ちょっとここ見てくれ、右上。ユーロ。ゴールドではなく、あざっしゃーす。ユーロか、ここの通貨。ユーロパか、ここ。この城を出て橋を渡って北へ向かい、東に行くと捨ててこ村、西に行くと洞窟。捨ててこ村、なるほど。にょーん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 。うちの王様は正直頭悪いですよね。信頼は薄いな。かつての勇者は仲間に連れ、強大な力を持つ魔王と戦った。仲間は有名な仲間は西の国の魔剣士と東の国の聖戦士。おお、なるほど。剣王がいるのかな。もしかしたらあなたも旅の途中で一緒に魔王と戦ってくれる仲間とであるかもしれませんよ。私ですか。ここ給料いいんで嫌です。なるほどね。もし冒険中に行き詰まってどうしようもないときは、メニューの画面でスキルの特技から自決できるぞ。困ったら試してみなはれ。おお、ちょっと困ってきたな。うわ、このゲームもうちょっと難しすぎて俺クリアできる気しないよ。特技。もし積んだ時の最後の手段。お金が半分になり。じゃあゲームオーバーじゃないんだ。とりあえず死んでみようぜ。のりみつは自決を試みた。解釈をお願いする。なんと、のりみつは死んでしまった。ご視聴ありがとうございました。と思ったけど、勇者よ、死んでしまうとは情けない。王様すいません、ちょっと腸が出っ放しなんですけど、これどうにかしてくれませんか。すいません、一度行ってみたかっただけです。なるほど。で、お金が15ユーロと、30も15もあんま変わんねえよ。つまり、なんか、積んじゃうような地点があるってことか。ワープの石、セーブ。なるほどね。今日食べられる運命の鶏。美味しそう。たまにネズミが襲いかかってくるから注意してね。なんと、ニャンだけでなくチューまで襲ってくるのか。それは油断ならねえな。多分右のここはセーブでしょ。教会っぽいし。と言ったらやっぱりセーブかな。何が望みだ？冒険の巨匠。お、金貨をお布施する。金貨持ってるよね、王様からパクったやつ。これやってみよう。冒険の役立つものをやってもいいぞ。これはあれか、小さなメダル的な感じか。いいかお前ら、心優しい俺がタダで記録してやるって言ってるんだから感謝しろよ。おお、あざーす。たまには全滅してうちの教会にお布施しろよな。じゃあな。なんか悪どい。あんまセーブしてやりたくないよ、ここ。武器屋かね。おう、シャトさん、いいものたくさんあるよ。コンボ、どのトゥルギ、旅人のマント、おう、買えないよ。また聞いてね。はい。ここは宿屋か。5ユーロで泊まれると。うわ、なんだな、びっくりした、びっくりした、びっくりした。野生のハムスター、かわいい。まさかね、おむつじゃない、お城の中で、こんなバトルになるとは思ってもいなかったぞ。そういや、ネズミを襲ってくるって言ったけど、なんかイベントで襲ってくるもんだと思ったけど、普通にエンカウントしてんじゃないか。洞窟の奥には恐ろしいやつがいるぞ。気をつけろ。え、なになに、このお城の中普通にエンカウントするの？それ困んな。お前、もうちょっとなんか仕事してくれよ。よーん！お前の仕事だろ、ネズミをどうにかするの。橋を渡った先はモンスター強くなる。なるほどね。森は強い。ティーバック。そうか。ティーバック王国って国名、正直国民をバカにしてると思いませんか？国民どころかいろんな人をバカにしているような気もするぞ。ファンタジーの世界だからって何でも許されると思ってるんですかね。そんなメルヘンやファンタジーじゃないんだから。でもって、まあ出ましょうか。お、どこ行く？とりあえず近くになんか街とか欲しい。お、ゼリーマン。なんかちょっと、すら、ゲフンゲフン、すらゲフンゲフン、おほんおほん、すらおほんおほん、今、おほん、なんかに似ているけども、まあよくあるビジュアルですからね。あんなモンスターどこにでもいますよ。適当にこっち進んじゃってるけどいいかな。西に進むと洞窟があるって言ってたね。東に進むと村があって。もういきなり強くなってるかな。お、ハムスター、さっきのハムスターじゃないか。こいつだったら倒せる。とりあえず街が欲しいな。街どこだ？おお、来たね。これが東にあるよって言ってた街かな。なんかビジュアル的にはどっかに似てんな。4章のあそこにちょっと似てない？まあちょっと何の4章かは言わないでおきますけど。わーいわーい。逃げてった。わーいわーい。おおお、ちょ、挙動がおかしくなったぞ、子供。俺が話しかけたら。お兄さん安いよ。まあここら辺のものはちょっと買えないということで、まだしばらく置いておこう。宿屋でしょ？まあ壺とか樽とかいろいろ調べたいね。1ロイはだいたい125円、制作当時。なるほど。1ゴールドが100円だったとしても RPG の世界の商品は大体ぼったくりだということがよくわかるわね。なるほど。確か薬草が5ゴールドだったから、まあ、簡単な計算で500、まあ、5、600円適当な、そんなぐらいでしょ。鍋の蓋、やったね。ヤクルト3だったから、お、怪しいタンス。奥様のパンティー、装備しよう、これ。装備できる。やっぱり頭装備だよな。タンスに入っていたものを持ってきてしまった。で、間違えた。鍋の蓋、あー、王様の盾のせいで怪しい大量のキノコ。マジックマッシュ。それ以上いけない。お、結構人いるね。宿の値段って気にしたことある？なんだろう、いくらだ今。お客様は神様ですね。一泊7ユーロです。なるほど。安いね、でも7ユーロ。お、記録できる。ぶっ細工なババアの絵だ。魔王を倒すために旅してたけど、この食事を食べていたらなんか全部どうでもよくなっちゃった。それキノコですよ絶対。やばいやばい、ここは泊まれねえな。あ、むしろここ泊まるか。ここ泊まってなんかよからぬ食事ちょっと出してもらおうぜ。俺も食べるよ。やっぱちょっとずつね、毒を取り入れて毒に強くなっていかないとな。毎度どうも。あー、なんか気持ちよくなってきちゃったね。かかし関係ないか。ダメか。マッシュルームは出してくれなかったが、井戸。お、金貨やったね。この村からなんとに不思議な扉。おう、なんか今のところはまあちょっとギャグ要素のある王道 RPG っぽいけども。お、やったね。この呼び出しセーブとかってのは好きなところでセーブができるってことでしょ。ワープはおそらく、まあ、ルーゲフンゲフンラゲフンゲフンラ的なことなんでしょう。この村には予言が残されている。おお、村長に聞いてみよう。なんかない？すいません、ちょっとボケちゃってるんで村長。話半分で聞いてください。私もこんな人たち相手にしないで早く幸せになりたいものよ。なんだこれ、色地がついてるけど。特殊メッセージなんか重要なのかな。いい人を見つけてあげるとイベントが進むとか。とりあえずまず家探しをしてから伝説や民話の話に本に混じって Perfume のブルーレイディスクがある。なぜそこ隠さなかったのなぜそこ隠さなかったの村長。はあ、世界に災いがもたらされるとき、勇者の子孫が現れ、光をもたらすそうじゃ。伝説を聞きたいか？心して聞くがよい。あ、ここから飼育バーの6分ぐらい飛ばしといてください。多分村長の話長いと思うんで。そのもの、闇の時代に中に生まれし光の戦士なり、世界を渡り共に魔王と戦う仲間を集め、そして太陽、月、星の女神の祝福を受け、悪しき魔王の魔力を払う黄金の刃となるだろう。勇者よ、三人の女神の力を求めよ。その三人の女神の名はカシユカ、アーちゃん、ゴリ。おお、あがめよ、女神をあがめよ。ほー、すいません、村長ちょっとボケちゃってるんで話半分で聞いてくださいということでした。なるほどやっぱこういう目に遭うと。ここがお暗い。ここが呪いを解くやつでしょ。あー、どう行こう。左手方で行こう。ん、なんとダメだ。リアルコウモリ。リアルかおっと強いぞ。これはまずいんじゃないか。ちょっと逃げよう逃げよう。帰ろう帰ろう。ああ、のりみつは死んじゃった。ゲームオーバー。ああ、教会に戻るとかそういうのはないのか。お、なんかあるぞ。これが南東の祠ってやつか。おそらく旅の飛び。ゲフンゲフン。まあどっかにワープすることができるんだろうね。やったね、金貨。金貨は何だろう。やっぱ枚数を上げていくともらえるのかな。やっぱ 1000枚じゃないや、3枚で天罰の杖とかギョンギョン、なんでもないですそんなねなんだ最終的にはメタルなんちゃらが出てくるのかな。これで3枚。お、よくやった。これをやろう。スポーツキャップやったね。パンティより強いかな。奥様のパンティマル秘。あー、これは迷うけど防御力を優先だろうな、まず。ん、ランニング用の帽子。マイキか。おそらくマイキでしょうなぜ俺がマイキと呼んだかはそれはちょっと言わんとこう。旅人のマント。名前こそかっこいいが、ただの厚手の布切れ1枚。きっと旅人はぼったくられてこそ初めて一人前なのだ。これ50ユーロしたからな。高いな、そう考えるとレベル3になったぞ。そしたら呪文を覚えた。はいみ、どこかで聞いたことのある呪文だがきっと気のせい。そうだよな。はいみ、まああっちもネイティブが発音したらね、はいみって言うからな。塚に味一番と書いてある。刺身臭い。キッチンソード。よし、じゃあこれで突っ込むか。お、キノコを手に入れた。いいのかこれ。危ないキノコじゃないのか、もしかして。お、食べても巨大化はしない。なんだ、残念。ここから不思議な気配がする。お、呼び出しセーブ。おお、明るくなってボスでしょう。聖なる泉。呪われた盾を清める。そうすると、外れたよ勇者の盾。盾はまだ悪いオーラを放っているようだ。持っていたら他のものまで呪われるかもしれない泉を盾に捨てますか。あー、じゃあ泉に盾を捨てますか。どうしよう、迷うな。まあせっかくだから捨てておこう。多分捨てたら怒られるんだろうな、泉の妖精とかに。くらえ。のりみつは勇者の盾を泉に叩きつけるように捨てた。おい私は泉のせいだ。てめえ、泉に何を捨てたんだよ。おー、どれでもないんだけど。じゃあ嘘つこう。金の盾。うるせえ、金の斧、銀の斧じゃねえんだぞ。ゴミ捨てになってんだからぶっ飛ばす。ボスが現れた。はは、怖え。激おこじゃないですか。その右手の苦労は何ですか。倒せるのかな。おー、まあこれぐらいだったらいけるでしょう。ホインミンもあるからな。メラーを放った。何今のはメラゾウンマーではないメラだ。そういった感じで泉の背を倒しました。メラーは怖くなかったよ。よかったよかった。レッドブルを手に入れた。ちょっと隠してそういうとこも隠しておいてどちくしょうが。お、のりみつは泉の魔力を受けメラーの呪文を覚えた。おい、そのまま帰んな何仲間にしてみたいな。てめえ、この盾を持っているってことは一応勇者なんだろ。もう通すつもりならこいつを持ってけ。おい、いい人じゃないか。何かに役立つかもしれないからな。さあ、遠慮なく持っていけ。さっきのお返しだ。投げつけるように叩きつけるように。きたー、べしん。泉のせいが投げたアイテムはのりみつの腹を貫いちゃダメでしょ。なんとのりみつは死んでしまった。え、ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯、スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃーん。